いやー、良い天気だなー。気温もちょうど良くて最高だぜ。いよいよ春って感じがしてきたよね。こんなに天気が良いのは久しぶりだし、オープンカーでドライブしたいなー。ふっふっふ、自然吸気ちゃんがそう言うと思って、今日はとあるオープンカーを用意してきたんだ。さすが自然吸気ちゃん、気が利くなー。どんなオープンカーに乗せてくれるの？今日みたいな快晴の日にぴったりの車だぜ。おしゃれだが着飾る必要はなくて、のんびり走るのにちょうど良いんだ。マツダ、ロードスターとか？それは見てのお楽しみだぜ。あっちに止めているから早速見に行こう。どんな車なんだろう？ワクワク。ターボチャージャーちゃん、この車ってもしかして、ああ、車好きなら誰でも知っている。ホンダのオープンカー、S2000 だぜ。ちょっと待って、どこがオシャレで着飾る必要がなくて、のんびり走るのにちょうど良い車なの。いやいや、どこからどう見てもオシャレだろ。S2000 なんてオシャレとは無縁の存在じゃない？本気で言っているのか。批判を恐れずに言わせてもらうけど、かっこいいかダサいかの二択で問われたら、S2000 は間違いなくかっこいいと答えるよ。でも、オシャレかダサいかの二択で問われたら、私は間違いなくダサいと答えちゃうかな。貴様の目は節穴か。オシャレかダサいかの二択ならダサいでしょ。それ、言っちゃダメなやつだぞ。多分今低評価を100くらいをされたが、もちろんその自覚はあるんだろうな。まったく、わかってないなぁ。今時、こんなガチガチのスポーツカーを、オシャレだと思っているのは一部の人だけ。わかっていないのは自然吸気ちゃんだ。令和になっても S2000 の魅力に気づかないなんて、その上 S2000 をダサいとまで断言するなんて、その腐った眼球と性根を叩き直してやる。望むところよ、この視聴者忖度まんじゅう。この世で最も不名誉なあだ名やめろ。ということで、今回は S2000 について解説をするが、この解説を聞いた後、自然吸気ちゃんはきっと、S2000 のことを世界一オシャレだと思うわずだ。それ解説じゃなくて洗脳だからね。S2000 は1999年から2009年にかけて、ホンダが生産していた FR スポーツカーだ。ホンダが FR 車としては久しぶりだよね。そうだな。かつてホンダが生産していた S シリーズの正当な後継モデルにあたり、ホンダの創立50周年記念モデルでもあるぞ。となると、当時のホンダ車の中でも、特に気合の入った車が S2000 なんだね。そういうことだ。だが本来、スポーツカーとオープンカーは似て非なるもの。なぜなら、スポーツカーとして走りを追求するなら、剛性の低いオープンボディを採用するべきではないし、逆に、オープンカーに求められる要素を追求したら、走りに関する部分で多少妥協が必要になってくる。でも、屋根が開閉できるスポーツカーって多いよ。似て非なるものだが、類似はしているから、双方の魅力や特徴を両立させやすいんだ。何よりメーカーもその方が売りやすいしな。本格的な走りができてオープンも楽しめる。そう謳った方が消費者も注目しやすいしね。だが、どちらか一方に特化していない以上、本格的な走りか快適なオープンドライブの、どちらかが犠牲になってしまうのは必然だな。でも、S2000 は本格的な走りができるし、オープンボディも採用しているよね。S シリーズであり創立記念モデルでもある S2000 に、どちらかを犠牲にするという選択肢はなかったんだ。S2000 が、リアルオープンスポーツ、という、唯一無二のモデルとなった理由はそこにある。リアルオープンスポーツ、攻めた走りも優雅なドライブも思いのままに、どちらも全力で楽しめる車、ということだろう。スポーツカーとオープンカーの両立は、どこかで妥協する必要があるんだよね。そうだな。普通はどこかで折り合いをつけないと、中途半端な車が出来上がってしまうからな。中途半端な車になるという言い分もわかるけど、実際、S2000 は双方の魅力を両立しているわけで、結局、どうやって両方の実現に結びつけたの？まずホンダは、S2000 を孤高の存在としたかった。それでスポーツカーとしてもオープンカーとしても、本気で楽しめる車として開発がスタートしたわけだが、早速、第一の壁が立ちはだかることになったんだ。第一の壁って、具体的には、オープンカーは一般的にボディ剛性が低いから、本格的なスポーツ走行ができないという問題だ。さっき挙げていたようなやつだよね。でも、ホンダは妥協しなかったんでしょ？オープンボディのまま剛性も確保したい。そう考えたホンダの S2000 開発チームは、ハイ X ボーンフレーム構造を開発した。ハイ X ボーンフレーム構造、なんか聞いたことあるかも。まあ車好きの間ではよく知られているからな。ハイ X ボーンフレーム構造は S2000 のために、
独自開発された全く新しい骨格技術だ。メインフレームをフロアトンネル上部に配置して、前後のサイドメンバーを水平に繋いでいる。真上から見た時に、X の形だから、ハイ X ボーンフレーム構造と呼ぶんだね。この構造はどういった利点があるの？一般的なオープンボディよりも、はるかに高いボディ剛性を実現できるぞ。へぇ、すごいじゃん。このハイ X ボーンフレーム構造を採用して、クローズドボディのスポーツカーと、同等以上の剛性確保を目指したんだ。オープンボディなのに、そこまでできるものなんだ。ホンダはリアルオープンスポーツ実現のため、まずはボディ剛性を徹底的に強化したんだ。ものすごい徹底っぷりだね。S2000 はオープンカーだが、サーキットを、視線上に見据えて開発されているため、乗員の安全性にも配慮する必要があった。そこで、フロントピラーに20号艦の内蔵や、ロールバー、ツインドアビームを採用している。オープンカーにそこまでやるとは、開発チームのこだわりは伝わってくるけど、そこまで強化しちゃうと車重が心配だね。ああ、だから S2000 はああ見えて案外重い、アルミ製のボンネットやトランクを採用して、ちゃんと軽量化も測っているんだけどな。結局、車両重量はどのくらいなの？前期となる AP1 型で 1240kg から 1260kg だ。確かに見た目の割には重たいんだね。それでも、あんなに過激な走りができるし、車重が問題にならないくらいの、高出力エンジンが搭載されているんでしょ？そういうことだ。S2000 は前期の AP1 型と後期の AP2 型で、搭載しているエンジンが異なっていてな。AP1 型が搭載しているのは、2.0 リットル、直列4気筒自然吸気エンジン。最高出力は250馬力、最大トルクは 22.2kg だ。リッター125馬力ってとんでもないな。やっぱり自然吸気エンジンしか勝たん？いつになく嬉しそうだな。だが、S2000 の F20C 型エンジンが、とんでもない代物なのは事実だぜ。VTEC だからぶん回せるんでしょ？ああ、めちゃくちゃぶん回せるぞ。S2000 のレッドゾーンは 9000rpm からで。最高出力は 8300rpm、最大トルクは 7500rpm で発生と、市販車としては類を見ない超高回転型エンジンだ。最高に気持ち良いんだろうな。ぶん回してなんぼのエンジンだから、そりゃ気持ち良いに決まっているさ。ピストンスピードも F1 並みだからな。後期モデルの AP2 型はどんな感じなの？ AP2 型は F20C 型ではなく F22C 型を搭載している。F20C 型のストロークを延長したモデルだな。型式を見るに、排気量は 2.2 リットルになるのか、もっとハイパワーなエンジンになっちゃうの。それが、最大トルクは 22.5kg と向上したが、最高出力は242馬力と低下しているんだぜ。え、なんで？ご存知の通り、S2000 はピーキーな特性だから、低中速域が扱いづらいことでも知られている。街乗りは苦手なんだね。F20C 型エンジンを搭載した AP1 型は特にな。だから、F22C 型は常用域のトルクを強化した、最高出力と最大トルクの発生回転数も、6500rpm から 7800rm へと低下させたんだ。あや、それはちょっと残念だ。それでもまだ十分高回転型だと言えるし、常用域が強化されて乗りやすくなったぞ。刺激的な AP1 型とマイルドな AP2 型か、人によって好みが分かれそうだね。AP2 型も普通のスポーツカーに比べると、十分すぎるほど刺激的なんだけどな。どちらも支持する声はあるが、やはり S2000 本来のコンセプトを考えると、サーキット特化の AP1 型の方が魅力的だな。リアルオープンスポーツ、だったよね。私は街乗り中心だし、AP2 型の方が良いな。エンジンは前後重量配分を最適化するために、フロントの車軸後方に搭載されているんだ。いわゆるフロントミッドシップってこと？ああ、その通りだ。燃料タンクやスペアタイヤなどの重量ものは、リアの車軸前方に搭載してバランスを取った、いわゆるマスの集中化ってやつだな。そうやって、前後重量配分を、理想に近づけていったんだね。そうだ、その結果、S2000 は理想的な、前後重量配分 50.50 を実現しているぞ。素晴らしいな。トランスミッションは自社開発の 6MT を採用した。え、ホンダが独自に開発したの？そりゃホンダが独自に開発するのは当然だろ。9000rpm 以上回るエンジンなんて稀だからな。それもそうだね。適切なドライビングポジションを取った時に、ベストな位置にシフトノブが来るようになっている。ショートストロークで小気味良い変速ができるぞ。位置まで考えて設計されているとは、一度乗ったら病みつきになりそうだよ。サスペンションは前後ダブルウィッシュボーン式。ホイールベースは 2400mm と軽自動車並みで、切れ味の良いコーナリングを実現しているぜ。
S2000 ってめちゃくちゃ贅沢な車だよね。シャシーからパワートレインまで、ほぼ全てが専用設計だからな。正直、半端じゃないくらい贅沢だ。今の時代じゃ考えられないよ。その上、プロトタイプを欧州に持ち込んで、徹底的に走り回ってテストを重ねているしな。開発コストは尋常じゃないと思うぞ。開発期間も相当長いんだろうな。S2000 はホンダの創立50周年記念モデルだから、当然、50周年にあたる1998年に発売予定だった。だったって。もしかして遅れたの？ああ、1998年にどうしても間に合わず、結局は翌年の1999年に発売となったぜ。痛恨のミス。だが、十分な開発期間を取れずに発売しては、それこそ中途半端な車が出来上がってしまう。今でこそ言えることだが、英断だったと思うぞ。確かに、それは言えてるかも。車体価格はいくらだったのかな？発売当初はベースグレードのみの設定で約338万円。モデル末期は約386から399万円で販売されていた。それじゃ、今だと500から600万円くらいかな。もし S2000 が継続販売されていたり、フルモデルチェンジしていた場合は、そのくらいの価格設定だったかもな。はぁ？こんなに魅力的なスポーツカー、もう二度と登場しないだろうな。さっきまでダサいとかなんとか、言っていたのはどこのドイツだ。おしゃれじゃないって言っただけで、S2000 自体は否定してないからね。そういえば昨年、S2000 の発売20周年を記念して、純正アクセサリーが発売されたが知ってるか。え、全然知らなかったよ。S2000 って愛されてるな。新たに発売された純正アクセサリーは、20年目のマイナーチェンジをテーマにしている。ホンダも憎いサプライズをしたもんだ。2021年2月までの期間限定受注だったが、新開発したフロントエアロバンパーや、以前人気があったアクセサリーの復刻など、まさに至れり尽くせりの内容だったんだ。S2000 オーナーは嬉しかっただろうな。マイナーチェンジでふと思ったんだけど、S2000 ってタイプ R の設定はないよね。タイプ R はないな。サーキット走行も想定した車だったのに、なんで S2000 にはタイプ R がないのかな？その素質は十分あると思うんだけど。タイプ V とタイプ S ならあるぜ。そのタイプ V とタイプ S はどんなモデルなの？タイプ V には VGS と呼ばれる、運転状況に応じた理想的なハンドリングを実現する、可変ギアレシオステアリング機構が備わっている。ふむふむ。それでタイプ S は、タイプ S はアグレッシブなエアロパーツや専用内装、チューニングサスペンションなどを採用しているぞ。それだけ、それだけだな。S2000 にタイプ R はないし、タイプ R に相当する、ハイパフォーマンスモデルの設定もないぞ。それは残念だ。もしタイプ R があったら絶対面白いと思うし、それなりに売れたと思うんだけどな。自然吸気ちゃんはタイプ R のことを、どんなモデルだと考えているんだ。ベース車に大幅な改良を施して、サーキット仕様に仕立て上げたモデルかな。私も同意見だが、もう少し詳しく言うなら、高出力なエンジンと高性能な足回りを採用して、ボディ剛性と軽さを追求したモデルだな。それで、それがどうしたの？あ、もしかしたらわかったかも。何か気づいたようだな。S2000 は標準モデルの時点で高出力で、足回りもしっかりしているでしょ。ハイ X ボーンフレーム構造だから、ボディ剛性も高いし軽量化もしてある。ふむふむ。要するに、S2000 はベースモデルの時点で、すでにタイプ R と同等の実力を秘めているから、ホンダは S2000 にタイプ R を設定しなかったんだ。確かに、S2000 は歴代のタイプ R と比較しても、何ら遜色のない運動性能を実現しているからな。その妄想は良い線いってるかもしれないぜ。ターボチャージャーちゃんはどう思うの？実は私は、S2000 にタイプ R がない、理由についてある程度知っているんだ。何それ先に言ってよ。S2000 の開発責任者である上原氏が、自動車雑誌の取材で明らかにしたんだぜ。詳しく聞きたいな。上原氏の言葉を一部抜粋して要約すると、S2000 はタイプ R を生み出せる車ではない。S2000 がタイプ R を名乗るのであれば、クローズドボディである必要がある。という感じだ。S2000 はハイ X ボーンフレーム構造を採用して、クローズドボディ並みの光合成を実現しているが、それでもタイプ R の条件は満たしていないらしい。オープンカーじゃダメってことなのか。確かに、過去のタイプ R は全て、クローズドボディを採用しているね。もし S2000 にクーペモデルの設定があれば、タイプ R は登場していたのかもしれないな。なんかちょっと釈然としないオチだね。ま、さっき自然吸気ちゃんが言ったように、
S2000 はベースモデル、タイプ V の時点で、タイプ R と同等かそれ以上の運動性能を誇る、標準の S2000 のスペックが優秀で、タイプ R との差別化が難しいから、あえて設定しなかったとも考えられるよな。それもそうだね。オープンボディでタイプ R 並みって考えると、やっぱり S2000 ってすごい車なんだな。少なくともホンダが誇る名車の、一つであることに間違いはないな。それじゃ、今回はこの辺で終わりにしよう。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。動画の高評価もよろしく頼むぜ。それじゃあ、またねー。